やっほー。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香です。ということで、今ね、まあちょっとこの1時間半の間いろいろしてて、で見た目はね何もしてないんですよ。そうだから、この30分である程度準備して、でそのままレッスンに行ってきたいと思います。ということで、ちょっと一回顔水で、ね、流したい。汗ちょっとかいちゃった。そう、なんか久しぶりにこんな朝からなんか動いた気がする。もうこの先、ま配信してた時間から、そう、今ちょっと1時間半空いてたんですけど、そう、わっ、さっぱり、シュン。一瞬シャワー入ろうかなとも迷ってんけどさ、それはちょっと大変だからいいやってなっちゃった。ということで、まあレッスンなのである程度にしていくので、ちょうどここね、シャキン、一気に暗くなっちゃったね。まだまし、化粧水とか塗るわ。化粧水出しとこうか。出して、こうしたら今わかるよ。うん、そう、軽くね、そう、軽くいきます。うん、そういえばマスクつけっぱなしだからね、だいたいお西こういう時てかレッスンの時のメイクは、メイクっていうかなんか素肌で外にあんま出たくないんですよ。そう、なんかかといって日焼け止めだけ塗るのもなんかテカっちゃってあんま好きじゃなくて、おいしい。そうだから、なんか下地といつも眉毛って感じで、そう、日焼け止め代わりに下地を塗ってっていう感じでいつも行くことが多くて、だからそんな感じで私もしていこうかなと思っております。顔がむくんで痛いです、この辺。狩りにし準備って、今から狩り行くみたいって、狩り行ってくるわ。任せて、今日もいっぱい踊るからね。はい、ということでスキンケアが終わりましたので、終わりました。
地を塗っていきます。そう、これはプリマビスタの、そう、これ日焼け止めもね入ってるからね、いいんですよ。これを薄く伸ばしていきます。言うてでもなんかこのなんだショールームイベント期間中に一回メイク配信してたよね。あ、ちょっと見ようと、これトーンアップするのでほらちょっと白くなったでしょ顔。そうなんで、ちょっと白くなるのよ。いいでしょう。そう、もう気抜いたらすぐ30分終わっちゃうからね、油断できないのよこれで。今下地塗れたので肩は終了です。あとここにテカるとこだけを粉つけてって感じで、続きましてがゲートで眉毛を描いていきます。一瞬で終わってます。そう、眉毛ね、もう休み期間中にめっちゃ綺麗にさ剃ってさと、いい感じ、調子いい、細い、ちょっと細すぎ、眉毛大事、いい感じ、綺麗、嬉しい。運指もね、今の眉毛を綺麗って整えた時になったんだ。ツイッタートレンド入りしてるって、何、大西、え、私、嘘、どうしてだで、私のねポイントはですね、眉毛が短いので書き出していきます。ちょっと長くなった、あ、大西タイム、あ、そっか、9時20分過ぎたから、ありがとう。なんで、なんか人生で大西こんなトレンド入りしてるの初めてないけど、そんなトレンド入りするの簡単なことじゃないでしょ。すごいみんなトレンド入りを最近させてくれるけど、あれ簡単なことじゃないんだよトレンド入りって。なんで、なんで会えますから乗っていくよ。ありがとう、リジー、人生で一番トレンド入りしてる、なんかテレビ出た時よりもトレンド入りしてる。俺と番組出た時よりもトレンド入りしてる。あれ？今眉毛描いてるだけなのに。おかしい。おかしい。終わった。終わっちゃった。どう？これプラス、これプラスって言って終わってない。まあでもね、ここはしないんですけど、おでこだけ、あのこの見て、だいぶ取れちゃったのシール、おでこだけお粉をねトントントンってはたいて、テカリを押さえて終了。で、あと髪の毛だ。
せい。今40分ですね。ありがとう。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、巻いてるよ巻いてるよ。ということでアイロン温めておいたので、あっちくなってるな。じゃあこれで当てていきます。今ドライヤーだけやってる状態なんですけど、まあでも変わらず、昨日ねレッスンのね合間にね、でなんだっけ、あのまだ、いやでも発表されてたのか、そうレッスンの合間に美容院行ったんですよ。っていうのもあのね、もうすぐ撮影があっておんしで、それまでに行けるのが昨日しかなくて、レッスンの合間だから、そうだからね、髪の毛切って黒くしたんですよ、あの昨日。そう、この髪型をアイロンするのは初めて。なんかだからさ、朝のレッスンはあの普通の髪の毛ボッサボッサで行ったの、なんかボッサボッサっていうか、あの全然美容院行けてなくて、まあ、外も出れへんかったし、髪の毛も染めれへんかったからさ、あの薬局とかも行けへんかったから、だからなんかすっごい茶色の髪の毛長い人だったのよ。なんかで朝レッスン所行ってでやってて、でハマも来て、あハマみたいな、でセリカも来て、わセリカってしててんけどさ、髪の毛なんか二人とも同じ色してんなみたいな、二人とも美容院とか行けてなかったからさ、なんか二人とも落ちたなんか茶色いなんか変なんかわかる色してて、でその後美容院行って、あのこの髪型になって戻ってきて、だから最初会った時髪の毛なんかかわいそうやったもんって言われたの、セリカにあのなんかもう痛みすぎて、そう痛みすぎてっていうか、なんかもう落ちきりすぎてで伸びきりすぎて、なんかいつもの大西じゃ全然なくて、そうマジでおもろいセリカ、そう、うるさいわって言って、そうでもほんと髪の毛傷んでて、なんか髪の毛がめっちゃ水吸う感覚みたいな、なんかまあうんちもこうシャワー熱いのかかっちゃってたりとか、その後もうずっと長いこと熱いドライヤーをこうバーってやりながら、もう傷むのを関係なしに乾かしてたりとかしてたから、なんかもうスポンジみたいな感じにさなっちゃってさ、ゴワゴワでなんかあんま乾かないしみたいな、そもそも。そう、で一回もねオイルとかも塗ってなかったのよ、この期間中。まあ、外とか出えへんからさ、オイル、オイルが欲しいんでございますが、ちょっと失礼、ちょっとちょっと失礼以上失礼。ちょうどね開くところにねあるんだよねカメラが。オイル塗ってきます。シュッシュッシュッ
影までに前髪切ろうか伸ばそうか迷ってんねんな。前髪って難しいよね。てか髪型って難しいよ。難しいよね。まあでも前髪伸びてた方が顔が出やすいっていうのもあるのよね。見やすいっていうの、顔でストーンって感じじゃない。前髪長くて上げてる方がだから迷ってるんですよね。なんかあの曲がずっと今ね頭の中に流れてる。これ何の曲だろう。てんてんててんてんてんててんてんてんててん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 じゃんじゃんじゃじゃんせってんてたちゃちゃ。なんだろうこの曲。 AKB じゃないの。男性が歌ってて恋愛の成功率はねみたいな簡単でねみたいな、もうやんなっちゃうよみたいな。あの なんて曲だろう。なんかね、あ、スキマスイッチさんだって。ランランって読むの。愛愛か惜しい。スキマスイッチさんだ。なんでその曲頭に浮かぶ。なんかねずっとその曲が頭に浮かんで聞いてみて。なんかいい曲なの。てんてんててんてんてんててんてんてんててん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 。ゆったりした曲聞いてみて。なんか今完成形が見えないこの髪型の。いくらこれやってもなんか完成形が見えてない。何をどうしたらいいの。さっき外はねさせてなかった。なんでこういう、なんでこの子言うこと聞かないの。 20% って言われてしまった。ずっと充電してたじゃん夜。ちょっと待って、あなたにベールをかけます。やっぱ古いからバッテリーがあれなのかしら携帯。えい、オッケー。また歌ってるって。なんかずっと頭の中にいる。50分です。 OK。 どうしたらいい、何したらかわいい、これ何したらイケイケになる。イケイケイコール外跳ねだからさ、今やってみてるんだけどさ、なんか
かんない。前髪か前髪の分け目か。もういい、レッスンだけやし賞味いっか、いいよいいよ、レッスンしたらどうせぐしゃぐしゃになるんだもん。オッケーオッケー、ええわええわ、よし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 、ちょっと変に中途半端に外跳ねしたとこ戻しとこう。これだとただ跳ねてるだけになっちゃう。よしオッケーオッケー、あいちゃあいちゃ、あーかわいい、オッケーオッケー見て、ここの髪の毛一個も言うこと聞かへんの、こいつだけ。この子何、あんなに外跳ねしたのに、どうしたの、ここの髪の毛いうこと聞かないの。なん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 、こっちほら外跳ねになって、こいつ見て、なんかこう、あんたんちゃうだけボサボサなんだよ。みんなそういう時期あるじゃん、反抗期ってこと？そうか、反抗期ならまあしゃあないな、まあ、そういうのはね、あんま構えすぎずほっとちょっとほっとく方がいいんじゃない。じゃあほっとくわ。オッケー、できたなんかそんな朝と変わらん気するけどいいんです、自己満です、こういうのと眉毛描いて顔面に塗装しただけ、偉い今何かを、カンペキングということで、配信終わったらちょっともうすぐねレッスンに行ってしまうんですが、今日ほんとねぶっ続けなのよずっと。でも今日お昼ねバーベキューボックス今日のねお昼ご飯ホットモットってね、じゃあバーベキューボックスみたいな弁当を30分食べる時間をしっかり与えられているので、お西はその30分、お餅紅楽しみ。そうで S の途中になるんですけど、18時30分から次はそう夜のね配信が18時30分から20時までの1時間半時間が取れたらやりたいなっていうふうに思っているので、お昼はこの配信で終了となります。朝からお付き合いいただき本当にありがとうございました。ありがとう、感謝で、多分この後12時ぐらいにあれ出るもんね、あの順位が多分ラスト、今回ラストの順位ということでね、もうあと見れないもんね多分。これ大西だけ今すっごいカクカクしてるの。そんなことない？西だけ？電波悪いかな？悪くない？みんなから見てて。あ、来ちゃった。あ、配信スムーズ。あ、大西だけじゃあカクカクしてるんだ。問題ないなら大丈夫だわ。ずっとね止まってるの今でもあのコメント動いてるんだよね、たまに自分が半面になって止まるから恥ずかしい、やだ恥ずかしい。まあそんな感じでお昼
ラストの中間発表が終わって、で結果が明日明後日とかに出るのかなっていう形になると思います。まずは午前の部ありがとうございました。続きましては夜の18時30分ごろ、ぴったりから始められるかわからないから一回ごろって言っておきたいんですけど、18時30分ごろ、夕方の6時半から最後まで19時59分まで、それまでレッスン頑張っていきたいと思います。ということで、もう終わっといた方がいいか、今57分でちょうどいい。ということで、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、いきます。1位刑事さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がとちたろうまるエンゼルランドさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がライオンマルさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がタホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がよっちゃん犬はゆうさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がじゅんぺいさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が RTO アットマーク大西郡マリアさん、ありがとうございます、イエイ。そしてはい、10位が、ボンさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が NM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。で合ってるかな、ちょっと今カクガクでさ名前が見れなくてごめんね。そして12位がコーヒレンさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が大西キリンジキリンゴさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます、ありがとう。ということでハッシュタグカリニシ午前ラブありがとうございました。ということでレッスン行っていきたいと思います。でははい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもでもやっぱりそこはせーの、この色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では行ってきます。皆様もお昼ご飯とか食べてゆっくり、できる方はゆっくりして、お仕事の方は頑張ってください。じゃあね、バイバイ、行ってきます。ありがとうございました。バイバーイ、できます、バイバイ。切れるかな。すごいカクカクだ。あれ？